皆様おはようございます。シトリックスの、水出加藤と申します。本日は朝早い中ですね、非常にたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。でちょっと、弊社全然ちょっと関係ない話なんですけど、9時半が出社時間で、裁量労働制なので厳密には、9時半に来ないといけないというルールはないんですが、普段9時半に私会社に、汗だくで滑り込みで入ってくるような生活をしているので、9時半前の時点でですね、皆様こんなにも、たくさんの方にお集まりいただきまして、びっくりしていると同時にですね、非常に ありがたく思っております。で本日、私のセッションは、ジェネラルセッションの前の、ちょっと前座みたいなものなのでですね、ちょっと外も暑かったと思いますので涼しんでいただきつつ、寝ない程度にですね気軽に、ご拝聴いただければと思います。で、本日のセッションの内容なんですが、まず最初に、モバイルワークスペースとはというところで、弊社、そうですね、5年前ぐらいは、仮想デスクトップ、仮想アプリケーションの製品がメインの主力の製品であったんですが、それにプラスしてモバイルの製品、あと、オンラインストレージの企業向けのファイル共有の製品等と、ラインナップが増えてきてまいりまして、それを包括した形で、ぜひ皆様にご利用いただきたいなということで、ちょっと総称で呼ばせていただいているモバイルスペースというコンセプトのご説明を最初にさせていただいた後で、各々の製品の簡単なご説明をさせていただこうと思っております。でまず、初めにモバイルワークスペースはというお話しさせていただく前に、皆さん働いている環境の IT の変化を、まずおさらいさせていただきたいと思っています。で何点かちょっと思い出していただきたいことがあるんですが、10年前20年前ですね、ネットワークの通信、これは基本的に昔は無線ではなくて有線がベースになっていて、かつ、高額なデータ通信、外からお仕事していただく際は、高いデータ通信料を払っていただいていたというのが10年20年前なのかなというふうに思います。でこのスライドちょっと作っていて、ちょっと年齢がバレてしまいそうなんですけど、私が社会人になった時に、どういうことしてたかなっていうのを思い出してみたんですけど、ノート PC を渡されて、PCMCI のカードで、PHS の通信ができるものを渡されてました。で、最小限あまり使いすぎると高くなっちゃうので最小限に使ってくださいねっていうことをまず言われたりですとか、動画の再生とか、音声の再生っていうのはブツブツ切れてしまって満足いくものではなかったなっていうようなイメージがあるのが、大体10年前20年前の感じであるかなというふうに思います。でそれに対して、現在ですね、この会場でも Wi-Fi、ほぼほぼ利用できるようになってますが、ホットスポットたくさんございますし、コーヒーショップなんかもですね、ほぼ Wi-Fi 使える環境整っているところ多いと思いますので、外で使っていただく際にも Wi-Fi の環境を使っていただいたりですとか、あとデータの通信に関しましても、基本的に LTE の通信がベースになっていたりですとか、価格に関しても、非常に安価なものが提供されてきているというのが現在だと思います。あと会議していただく場所ですね、こちらも、以前は基本的にはオフィスに皆さん集まっていただいて、顔と顔を向き合わせて、会議していただいていたのがベースだったと思いますが、特に、2011年の大震災以降ですね、ウェブ会議が、だんだん増えてきている印象がございます。で弊社もオンラインの会議のシステムの製品を持っているので、非常にウェブ会議多いんですが、お客様先お伺いさせていただいても、リンクを使ってますっていうお客様がいらっしゃったりですとか、WebX ベースで、基本的には、ウェブ会議で海外の拠点の社員の方であったりとか、お客様とお話をされていますというお客様が増えてきているというのが現在であると思います。で3番目ですね、これら、IT で、変わってきてますというお話をさせていただきましたが、使っているデバイスですね、こちらも、基本的にはノート PC をベースに、10年前20年前使っていただいていたものが、PC だけではなくてタブレット、スマートフォンという、通信機器が増えてきているというのが、現在だと思います。
まあ、これは多分もう言わずもがなと思うんですが、まあ、電車とか見ていてもですね、皆さん新聞読んでるんではなくてタブレットの、PC を開かれていたりスマートフォンで情報確認されている方がまあほとんどで、まあ、ちょっとガラケーとか開こうものならちょっと何持ってるんだろうっていう目で見られてしまうような、のがまあ現在の状況であるかなというふうに思っています。で4番目ですね、こちら、データの置き場所なんですが、以前は基本的にはお客様のデータセンター内であったりですとか、あとサーバールームの中に全てサーバーストレージを置いていただいてオンプレミスで構築していただいているお客様がほとんどであったのに対して、現在はまず最初にコストを抑えるためにクラウドベースで考えて、無理なものに関してはオンプレミスで構築していこうという方針を立てられているお客様も非常に多くいらっしゃいます。あとちょっと毛色が変わるんですが、これらの資産ですね、端末の資産に関しても基本的には10年前20年前まで会社で支給した PC を使ってそれ以外のものは使わないでくださいというのがベースのルールであったと思うのに対して、現在に至っては BYOD という言葉が出てきてからも久しいと思うんですが、個人で使っているデバイスもどんどん仕事に活用してくださいというような流れになってきているのではないかなというふうに思います。でこれら見ていただくと分かる通り、結構皆さんどこからでもどんな端末からでも仕事を続けたい、クラウドもどこからでもつなぐことできますし、タブレットスマートフォンも歩きながらでもできるようなものになりますので、どこからでも仕事をしたいというニーズが強まってきているのではないかなというふうに思います。でそこで、弊社の製品でお手伝いがさせていただけるものとして、モバイルワークスペースと呼ばせていただいていますが、ただアクセスできるだけでは仕事を続けられませんので、データあとアプリケーションにあらゆるデバイスあらゆるネットワークから安全にアクセスできる環境を構築する、お手伝いができる製品群を弊社で取り揃えていますということで、これをモバイルワークスペースというコンセプトで呼ばせていただいております。でこれら、モバイルワークスペースなんですが、実際に、モバイルワークスペースを支えるソリューションとして何をご用意させていただいているかというと、大きく分けて3つ製品としてご用意させていただいてます。ちょっと仮想デスクトップ、仮想アプリケーションに関しては2つの製品に分かれるんですが、こちらですね、具体的な製品名では仮想デスクトップ仮想アプリケーションの製品は全アップ全デスクトップ、新たにそれに追加するような形でオンラインストレージの企業向けファイル共有のソリューションとしてシェアファイルで、モバイルの管理、あとモバイルのアプリケーションの管理のソリューションとして全モバイルという製品が、ございます。でこれを、包括してですね、モバイルワークスペーススイートという製品で、販売させていただいておりますが、もちろん個別に別々にご購入いただいても構いませんし、それぞれ、組み合わせて使っていただける場合はモバイルワークスペース、モバイルスイートという、スイート製品でご購入いただくと非常にお得になっているというような形で、現在販売させていただいております。まず、初めに、ご紹介させていただきたいと思っておりますのが、全アップ全デスクトップ、こちらの製品の、おさらいをさせていただこうと思っております。で仮想デスクトップ仮想アプリケーションの製品に関しては、だいぶ前から弊社の主力製品になっておりまして、ご存知の方も非常に多いかと思いますが、こちら、簡単にご説明させていただきます。で全デスクトップのフレックスキャストと書いてありますが、こちらもすいません、ちょっと概念のご説明になるんですが、一般的に仮想デスクトップ使われるユーザー様、いろいろいらっしゃると思います。で向かって左に行っていただければ行っていただけるほど、負荷が低いユーザー様です。例えば、ブラウザーとメール、あと、オフィスの製品ぐらいあれば仕事は回るかなっていう定型的な業務をされているユーザー様が、タスクワーカーという、位置づけになります。でまた逆にですね、一番右側デザイナー設計者と書いてあるカテゴリーに、属するユーザー様は、例えば、CAD のアプリケーションでガリガリ設計をされていますであったりですとか、あと、デザイナーの方で非常にグラフィックを要求するアプリケーションを使っている、ユーザー様というのが、デザイナー設計者のカテゴリーにあたるような形になります。
で、それぞれ、普通のファットのクライアントをご用意いただく際にも、こちらデザイナーの方には多分ワークステーションの非常にごっついですね、PC をご用意いただくような形になると思いますが、まあ、タスクワーカーの方は、まあ、ノート PC で軽いものとかといった形では、仮想デスクトップもそれぞれ、ユーザー様の、利用用途に応じて、選んでいただくような形になっています。で、仮想デスクトップですね、実際に代表的に使っていただいている、デスクトップの仮想化の方式をメインに2つになりますので、右2つ、あ、失礼しました、左2つですね、ホステッド共有デスクトップと仮想デスクトップですね、多分こちらが、まあ、感覚的には8割、9割ぐらいだと思いますので、こちらの違いとメリットのご説明を、させていただこうと思います。まず初めにサーバー共有デスクトップ型、こちらは、まあ、定型業務されるタスクワーカーのユーザー様向けに使われるソリューションになるんですが、まあ、全アップをベースに、動かしているものになります。で、逆に、VDI 型と書いてあるのが、巷で言われる仮想デスクトップの方式で一般的なものになると思うんですが、ユーザーさん一人一人に対して、クライアント OS を割り当ててあげるという、やり方になります。製品としては、左側のサーバー共有デスクトップ型は全アップで使っていただいて、VDI に関しては全デスクトップをご利用いただくような形になるんですが、さらっと何が違うかというと、全アップ向かって左側でサーバー共有デスクトップ型に関しましては、こちらちょっと見ていただくと分かる通り、アプリケーションのレイヤーまで全て共通したものを複数人のユーザーで使っていただくという方式になります。なので、非常に標準化がしやすいという、メリットがあるんですが、逆にちょっと金太郎飴をイメージしていただくと分かると、どこ切っても同じだと思いますので、それと同じような形で、全アップは、どのアプリケーションを使うかっていうのをユーザーごとに選べなかったりですとか、ユーザーさんが勝手にアプリをインストールして使うということは基本的にできないシステムになっておりますので、デメリットとしてはちょっと柔軟性に欠けるというデメリットがございます。逆に VDI 型に関しては、ハイパーバイザーの上の層 OS から全て分離した形で、ユーザーに1対1で紐付けることができますので、極端な話、別の OS を、別のユーザーに割り当てていただくということも可能になっておりますし、全部ではできなかったアプリケーションのインストールも、個々のユーザーに任せることができるようになっています。なので、柔軟性は全アップに比べると非常に優れているんですが、その分、一番最後、ちょっとコストの面がですね、ちょっと上がってきてしまうというデメリットがあるというのが VDI 型になります。ただ、いいとこ悪いとこあると思います。どっちがいいというわけではなくて、ユーザー様の要求に応じたソリューションを選んでいただくような形にしていただくのがいいかなと思います。で、最後ちょっとコストですねの部分、ちょっと掘り下げてご説明させていただこうと思うんですが、ちょっと段階的に、VDI 型に関しては、全部専用で立てていただくと、イメージ的に、デスクトップの数かける、コストっていう形で、このぐらい面積としてかかります。で、サーバー共有型を例えば一部のユーザーさんで使っていただくことができると、その分、コストを減らすことができますので、サーバー共有型にユーザー様を寄せていただければいただけるほど、コストがどんどん下がっていくという、計算になります。で、たまにちょっと初めてご説明差し上げる、お客様によく言われる、どの部分でコスト下がるのですかっていうことを、たまに聞かれるんですけど、実際には、ハードウェアのリソースも、OS を1つしか載せてないのに対して複数載せているので、掛け算でハードウェアのリソースがこちらはかかってきてしまいますし、あと、ソフト面では、ここのクライアント OS で使われている仮想化用のマイクロソフトの OS とサーバー用のマイクロソフトの OS、 こちらのコストの差がですね、例えば5年とかで比較していただくとガクンと出てきてしまいますので、主にその2つのところで、ここのサーバー共有型と、VDI 型の差が出てくるような形になるのではないかなと思います。以上が、仮想デスクトップの、方式の違いになります。で、アプリケーション、仮想デスクトップの話をさせていただいたんですが、全アップの場合はもちろんアプリケーションだけを仮想化していただくということもできるようになっています。
でデスクトップの仮想化ではなくてアプリケーションの仮想化で事前アップを使っていただく際に何がいいかというと、アプリケーションと OS を分離して管理していただくことによって、 OS のサイクルに惑わされない形でアプリケーションの更新をしていただけるというメリットはございます。ちょっと図で示してみますと、例えば業務アプリケーションがありますと、で旧バージョンのものがあって、この辺で改修がしたいですという予定が立っている場合ですね、よくある話だと思うんですが、だいたい OS のライフサイクルより業務アプリケーションのライフサイクルっていうのは長い傾向にあるお客様が非常に多いと思うんですが、お客様のアプリケーション、業務アプリケーションのスケジュールとは構わなく、OS というのは常にアップデートされてしまっているもので、例えば2014年の XP のサポートから Windows 10までですね、今2015年になると思うんですけど、今もう10が出ようとしているような状況です。で、OS がアップデート、新しい OS がリリースされるごとにアプリケーションを変えていくと、非常にコストもかかる状態になってしまうと思うんですが、全アップでアプリケーションをここから上ですね、分離して管理していただくことによって、 OS に惑わされることなくお客様のペースでアプリケーションの改新を行っていただくことができると思いますので、この辺もちょっと仮想デスクトップは違ってアプリケーションを分離するというポイントでのメリットとして非常に大きいのではないかなと思います。で実際に、多分ご覧になられた方は、たくさんいらっしゃると思うんですが、アプリケーションを分離するって一体ユーザーさんから見るとどう見えるのっていうことで、ちょっと例をご紹介させていただこうと思うんですが、こちら、Windows 8の、デスクトップの画面になります。でここに、何をしているかというと、ブラウザ2つ並べてます。で奥のここのブラウザーはWindows 8のネイティブの一番最新の IE を立ち上げている状態になるんですが、こちらの水色で囲ってあるここの枠の部分だけ全アップから画面のみを転送しているという状態になっています。でもちょっとすいません、遠くからと分かりづらいかもしれないんですが、こちら非常に古い IE ですね、 IE の8を動かしていて、こちら11を動かしているということで、違うバージョンの IE を一つの OS で動かすということは非常に難しいと思うんですが、全アップを使っていただいて OS と切り離してアプリケーションを管理していただくことによって、複数のバージョンのアプリケーションを一つの OS で動かしていただくということも可能になります。で最近、IE とか脆弱性があったりですとか、この辺非常に IE の分離をして配信するというのは非常に注目を浴びている部分でもございますので、まずちょっとアプリケーションを分離するって考えた際にですね、まず IE から進めていただいて、例えば IE の8しかサポートしてないイントラがあって、そこだけアプリケーション分離して全アップから配信していただくということをご検討いただくというのもファーストステップとしては非常に進めやすいものではないかなと思います。でこれ、つなげることが今できますよっていうご説明させていただいたんですが、つなげるには、クライアント側にですね、シトリックスレシーバーという、非常に小さいプログラムをインストールしていただく必要がございます。でこちらのレシーバーなんですが、非常にサポートしているデバイスと OS の範囲がですね、幅広くて、例えば今主流になっているのは多分 Windows 7使われているお客様非常に多いと思うんですが、7もサポートしてますし、8もサポートしてます。でもちろん MacBook もサポートしてますし、最近ですと非常に注目度が高いのは Chromebook ですね。安価で使いやすいということで Chromebook を使って Windows のアプリケーションを全アップから呼び出していただくということをご検討されているお客様も非常に多いと思います。でちょっとこちらデバイス、ノート PC しか載せてないんですが、もちろんタブレット、iPad ですとか Android のタブレットから接続していただくことも可能になっておりまして、iPad 用のですね、インターフェースという機能も兼ね備えております。で実際iPad から Windows の端末つなげていただくということをちょっとイメージしていただくと、実はつなげていただくとこんなような画面になると思うんですが、通常の Windows 8の画面でフォルダがあると、私の昔いた上司なんかはですね、非常に指が太くて
1個上のフォルダを押したつもりが2つ上と3つ上が2つ下と3つ下が一緒に開いてしまうっていう、非常に最近出たばかりの頃はですねこんなインターフェースだったので使いづらいという、お声をいただいておりましたが、ここに4、5年前からですかね、iPad モバイル端末からつなげた際は自動的に全アップ全デスクトップの方でインターフェースを変えてこのような形で非常にタッチしやすいスクリーン自動的に変えるという機能がついています。でスタートメニューなんかに関しても非常に押しやすいものに自動的に変わる動きをしておりますのでこの辺も、全デスクトップ使っていただく上での非常に便利な機能になるのかなと思います。であとまあつなげていただいた後にブラウザーで何か見る機会というのも非常に多いと思うんですがこれちょっとパートナー様のサイトの弊社の画面になるんですが通常の Windows の端末でマウスある場合使っていただくとここからちょこっとマウスクリックしていただければすぐに選択できると思うんですがやっぱ指だと難しいということで iPad からつなげていただいてブラウザー開いた場合にはこのような形で自動的にプルダウンボックスが拡大されてタッチしやすい画面に変わるという機能も、兼ね備えております。で先ほどちょっとお待ちいただいている間に、X1 マウス差し上げますというスライドが流れていたと思うんですが、先ほどもタッチしやすいインターフェースに変わりますっていう話をさせていただいたんですがやっぱりオフィスであるとかパワーポイントを作る場合にはどうしても、iPad でマウスがないのは非常に使いづらいよねっていう声をお客様からいただいてまして弊社マウスを作って販売を開始いたしました。で、こちらの会場でもですね、抽選で100名の方に、プレゼントさせていただくものになっているんですがぜひですね iPad をお使いで、全デスクトップ全アップ使われる場合はこのマウス非常に便利なので、今後ご活用いただければと思っております。で今までちょっとユーザー側の目線のお話をさせていただいたんですが今後この午後のセッションに向けてですね管理者側のプラットフォームの話も非常に多く出てくると思いますのでコンポーネントの簡単なご説明と管理コンソールこんな感じで全アップ全デスクトップ動いてますよっていうご説明を次にさせていただこうと思います。で全デスクトップなんですが最新のバージョンが 7.6 の FP2 というものが、出ているのが最新のバージョンになっているんですがプラットフォームが全アップ全デスクトップ両方統合されております。で今までですね全アップは全アップで管理してください全デスクトップは全デスクトップで管理してくださいということで、6点台5点台のバージョンまでは、別の管理をお願いせざるを得ない状態になっていたんですが全アップの7点台からはブローカーをフロントに立てていただいてバックエンドにあるものに関してはそれぞれ後ろでブローカーから一つの管理コンソールでかつ一つの管理体系でつなげていただくことができるようになっています。でリモートからつなげていただく際はこちらにネットスケーラーゲートウェイというアプライアンスを置いていただいてエージェントを先ほどご紹介させていただいたレシーバーをインストールしていただくことによってどのようなデバイスからでもですね、社内のリソースにアクセスすることができるようになります。で実際動いているゼネストープのコアのコンポーネントなんですが、いくつかございまして、先ほど最初にご紹介させていただいたレシーバーですね、これを必ずインストールしていただく必要があります。でこちらは弊社のウェブサイトから、無料で配布させていただいているものになりまして、iPad、Android に関しては Apple Store、App Store であったりとか Android Market からダウンロードしていただくような形ですね。で、ライセンスの管理に関しては全部こちら側でサーバー側で行っておりますので、何台インストールしていただいても構いませんというような形で動いています。でこちらはこちらも肝になるコントローラーですね。実際何をしているかというと全アップ全デスクトップの、仮想デスクトップのコネクションであったりとか公開アプリケーションのコネクションあとどのユーザーにどのデスクトップどのアプリケーションを使うかというようなコントロールと管理をしているものがコントローラーとしてございます。で下に書いてある、これストアフロントですね、こちらは実際にユーザーが一番最初にアクセスするときにログオンするときに ID とパスワードを入れていただくインターフェースが出てくるんですがこちらのユーザーインターフェースが出てくるのがストアフロントになります。
で、実際にまあ立てていただいた時に、まあ、ちょっとあの裏方的な役割にはなるんですが、設定情報であるとか、コネクションの履歴は全て、データベースほぼ SQL のデータベースの中に格納していただくような形になりますので、コントローラーと一緒にですね、データベースも、必要になってくるというのが、失礼しました、構成になります。でこちら側ちょっと最後にご説明させていただくのがバーチャルデリバリーエージェントと呼ばれるエージェントで、こちらは、仮想デスクトップ側、仮想アプリケーション側のサーバーに、インストールしていただくことによって、まあ、レシーバーと仮想デスクトップ、レシーバーと仮想デスクトップ、仮想アプリケーションの間ですね、それぞれ ICA の HDX のテクノロジーを使った ICA の通信が、可能になるというような形です。で、Windows 10の、サポートもですね、予定されておりますので、まあ、新しい OS が出たらすぐにですね、弊社もサポートを始めるといったような動きになっています。でこちらの、コントローラーで、実際設定していただく画面なんですが、ストリックススタジオと、ストリックスディレクターと2つの、管理コンソールからメインで、設定していただくような形になります。まあ、見た目、非常に直感的に分かりやすいインターフェースになっておりまして、まあ、アプリケーションの、管理をしていただく全アップのコンソールとデスクトップの管理をしていただく全デスクトップのコンソール、一元的に管理していただくことができるようになっています。こちらはメインにですね、管理者の方がユーザーの割り当て、デスクトップの割り当てであったり、まあ、ポリシーを設定していただくであったり、管理者の方が使っていただくツールになるんですが、もう一つのディレクターの方は、どちらかというとですね、ヘルプデスク用途であったりですとか、実際立てていただいた後にユーザー様がどのぐらい、デスクトップを使っているかですね、なんかですとか、あとログインにどのぐらい時間がかかっているかっていうような統計情報をすべてこちらのディレクターで保管してますので、こちらで、ヘルプデスク的な用、用が足せるような形になっています。で、最後になりますが、もう一つちょっとご紹介させていただきたいことがございまして、まあ、リモートからつなげることができます。さらっとまあネットスケーラーゲートウェイでつなげられますってご説明させていただいたんですが、ちょっと一般的な VPN 接続とネットスケーラーゲートウェイを使った、ICA の接続と何が違うかというのをですね、ちょっと最後にご説明させていただきたいと思っております。で通常の一般的な VPN 接続の場合は、まあ、ここにクライアント側に、VPN の VPN クライアントを入れていただいて、ズバッと VPN を貼っていただくという形になると思いますので、まあ、VPN 装置の方で、分析をかけてブロックをするような設定をしていただいている場合は別だと思いますが、基本的にはここからここ、通信がズバッと通ってしまうという形になると思います。なので例えばクライアント側で、まあ、今まで検知できないような未知のウイルスが入ってしまっていた場合はもちろん、会社の中にそのまま筒抜けになってしまいますし、まあ、VPN クライアント、まあ、家から接続するといっても VPN クライアントを自宅の PC に勝手にインストールしていいですよっていう、まあ、あの 心と器の広い IT の方っていうのは非常に少ないと思うので、まあ一般的な VPN 接続ではさまざまなデバイスからですね、つなげていただくというのが難しい状況にあるというのが、まあ、一般的な VPN 接続のデメリットであると思います。それに対して、ストリックスの ICA プロキシを使っていただいて仮想デスクトップ仮想アプリケーションに接続する場合は、まあ、ここに書いてある ICA の、プロトコルのみをプロキシするような形で画面転送の通信を行うことができますので、他のプロトコルに関してはですね、社内のネットワークに対して全く影響しないような形で使っていただけます。でかつ、こちら側に入れていただくものは先ほどご紹介させていただいたレシーバーのみで、動かすことができますので、こちらも非常に、便利だと思います。で、あのデバイスに関しては、先ほど何度もご説明させていただいている通り、どのデバイスからでも接続できますし、ご自宅の PC であったりですとか、まあ、極端な話ネットカフェの PC にレシーバーだけインストールしていただいて接続することもできますし、最近まあレシーバー、HTML5 ベースのレシーバーというのもリリースされておりますので、まあ、レシーバーインストールしなくてもですね、接続していただける場合もございますというのが、最後のですね、セキュアなリモートアクセス環境ということでネットスケーラーゲートウェイのご紹介になります。
で以上が、前デスクトップ、前アップ、仮想デスクトップ、仮想アプリケーションのソリューションのご説明になりまして、ここから先ちょっと毛色が変わりまして、モバイルの製品のご紹介と、企業向けのファイルの共有のご紹介させていただきます。で、まず最初に簡単にご説明させていただきたいと思ってますのが、全モバイルという製品になりまして、モバイルの端末を実際に仕事で使えますという場合を考えていただいた際に、ユーザーさんは今使っているものをそのまま使いやすく、直感的に使いたいというニーズがあると思うんですが、その逆に IT 部門の方というのは、とはいえど最低限のセキュリティとコンプライアンスを守っていただきたいという、思いが、あると思います。でこれを、両方ですね、真ん中に立って解決させてあげる、製品というのが全モバイルになります。で具体的にどういう製品が入っているかというと、デバイス管理と、アプリケーション管理ですね。であとデータ管理に関しては、オンラインストレージのシェアファイルの製品になりますので、ちょっと後ほどご紹介させていただこうと思っています。でデバイス管理という、何かというと、一般的に、MDM と呼ばれている、製品になります。でどういうことをするかというと、例えば、ゼンモバイル使っていただいてインストールしていただくと、個人の携帯電話で、ゼンモバイルの、ワークスホームというものをインストールしていただくと何が起こるかというと、管理者側で設定した制限のポリシーが自動的にかかって、例えばカメラを使えなくしますであったりですとか、強制的に GPS をオンにしてトラッキングできるようにしておきますであったりですとか、あとリモートからですね、管理者の方がデバイスを全部まるっとですね、中身ワイプしてあげることができる機能がついていたりですとか、一般的に言われるモバイル MDM の機能というのを兼ね備えているような形になります。デバイス全体のライフサイクル、デバイスのライフサイクル全体を管理するような製品になってますので、設定を配布してあげてなくしてしまったら消してまた配布してあげるというようなですね、全部の管理ができるものになります。でここまではちょっと一般的な MDM の、製品のご説明になるんですが、1個上です、戻らせていただいて、アプリケーション管理の部分が全モバイル非常に特徴的になってますので、特徴的な機能3つですね、まとめてご紹介させていただこうと思います。でまず1つ目の動きなんですが、アプリケーション管理、全モバイルでアプリケーションを配信していただく際にどういう動きをするかというと、実際例えば iOS 使っていただいて、もう、アプリケーションインストールする際、App Store からインストールして、直接ですね、カーネルの上で、インストールして動くような動きを、取るかと思うんですが、全モバイルでアプリケーションを配信した場合は、こちらアプリケーションをコンテナ化して、配信することができるようになります。でこれをしていただくと何がいいかというと、もちろん個人で使っているアプリケーションから分離した、環境で配信することができるので、ここは暗号化してセキュアな状態に保つことができますというのがまず1個目いい点ですね。であと、先ほど、MDM のご紹介させていただいた際、なくした時に全部の、OS ごとまるっとクリーンに、内容削除できますというお話をさせていただいたんですが、個人のデバイスで、ビジネスのアプリケーションを配信していた場合に、なくした時にこれ丸々削除されては、結構ショックが大きいと、個人的にも大きいんですがと思いますが、全モバイルでアプリケーションを配信していただいた場合はコンテナ化されているので、ここだけを、管理者の方が管理コンソールから削除してあげることができるというメリットがございます。でこちら、ビジネスのアプリケーションで会社で使うアプリケーションをコンテナ化して配信することができるんですが、多分皆さん勘のいい方だとお気づきだと思うんですが、暗号化してコンテナ化しただけじゃ、結局使えないですよねと。で大体会社で使うアプリケーションというのは会社のネットワークを通じてサーバーから情報を取ってきて動くものになってますので、そういった、ネットワークをの面倒をきちんと見てあげるソリューションというのも、全モバイルにはついています。で実際どういうことをするかというと、このモバイルコンテナですね、分離したアプリケーションの環境から、アプリケーションごとに VPN を貼ってあげる機能というのを全モバイルで持っています。
で、先ほどもちょっと出てきたネットスケーラーゲートウェイという、弊社のアプライアンスを通じて社内ネットワークに入るような形になってますが、アプリケーションごとに VPN を貼って、このことをマイクロ VPN と弊社で呼ばせていただいているんですが、通信していただくことによって、丸々個人のデバイスがVPN 接続を貼ってしまうより非常によりセキュアな形でつなげていただくことができるという機能がついています。なのでコンテナ化してデータだけを安全にするわけではなくて、そのデータが流れる通信自体もきちんと保護して、かつ安全な状態で届けることができるという機能がついているという点がこのスライドでご説明になります。で、最後に、ご紹介させていただくのがこちら、コンテナ化して分離していることによって、アプリケーション間のですね、連携の制御ができるようになっています。で、例えば、ワークスアップと書かせていただいているのがちょっとビジネスで使うアプリケーションとご想定ください。でこちらで、使っているビジネスで使うアプリケーションの間内はコピー&ペースト、データのやり取りはできるけど、とかツイッターにはです。いくらコンテナ化して、安全ですよと言っても、ここのワークスメール、企業のメールですね、普段使われている皆様の会社のデータの内容を例えばツイッターにコピーして貼り付けてしまっては何の意味もありませんので、こちらの制御もですねきっちり行うことができますというのが、Z モバイルのアプリケーション配信の特徴の3つ目になります。で、Z モバイルに関しましては、MDM ができますよという話と、コンテナ化してアプリケーション配信できますよというのが、メインの、ご説明になりまして、ちょっと Z モバイルの一部の機能にもなっているんですが、次に最後ですね、ご紹介させていただくのが、シェアファイルという製品です、ね、こちらになります。でちょっとこちら分けて書かせていただいているんですが、ちょっとエディションによってですね、Z モバイルの一部でシェアファイルが包括された形で、販売されているものもありますので、こちら、単体でも使えますし、両方一緒に使っていただくこともできるような形のものになっています。ちょっと、シェアファイルの基本的な機能をちょっとご紹介させていただくにあたって、Z モバイルの一部ではあるんですが、非常に便利でですね、単体で使っていただいても本当に便利な、製品なのでですね、大きく4つ機能のご紹介させていただこうと思っています。まずシェアファイルの基本的な使い道ですね、用途として大容量ファイルの送受信をすることができます。でイメージしていただくと分かりやすいかなと思うのが、例えば、宅ファイル便であったり、ファイアストレージであったり、無料のオンラインストレージのソリューションあると思うんですが、それの企業版と思っていただけると、分かりやすいかなというふうに思います。あともう一つ、ちょっと、それに、送受信するだけではなくて、ファイル共有ですね、例えば社外の方に対して1つのファイルを、プロジェクトの期間内だけ共有して使っていただくという機能もございますので、こちらも非常に便利に使っていただけるかなと思います。で3つ目、こちらちょっと毛色が変わるんですが、モバイル端末から、ファイルサーバーにアクセスしたいっていうご要望をいただくお客様って最近ちょっと増えてきてまして、パッと、iPhone からちょっと社内のファイルサーバーのファイルをお客様に送りたいんだよねってあったりですとか、ちょっと確認するツールとして、シェアファイルをご検討いただいているお客様も非常に増えてきていますので、こちらの観点からのご紹介もちょっとさせていただこうと思います。で最後ちょっと地味なんですけど、おまけ的にですね、エンタープライズの企業のお客様で、こういったストレージのソリューションを使っていただく場合は、やっぱり管理機能であったりとかログの機能も非常に重視されると思いますので、こちらも軽くご紹介させていただこうと思います。で大容量のファイルの送受信ですね、こちら多分皆さんすぐにご想像つくと思うんですが、シェアファイルの利用者、シェアファイルのライセンス持っているユーザーから、大容量のファイルを、送っていただくことができるものになっています。で、受け取ったユーザーは、受信したファイルを見て、受信したファイルを見てダウンロードして、確認することもできますし、逆に、アップロードですね、例えば、社員の方が、ユーザーさんに1回資料を送りました、でその
送った資料が20メガぐらいあって、ユーザーさんがこちら20メガのファイル編集して25メガになりましたって、さてどうやって送ろうって言った時に、まあ、シェアファイル利用している方ですねから、まあ、リンクを送ってあげてユーザーさんにアップロードさせるということもシェアファイルではできるようになっています。で、実際どんなインターフェースになっているかというと、もう本当に非常に簡単です。で、シェアファイルのインターフェースも日本語化すべてされておりまして、ウェブでログインしていただくと、あらかじめ社員の方が使っているファイルですね、こちらはまあアップロードしていただくこともできますし、デスクトップとシンクしていただくこともできるんですが、必要なファイル、お客様に送りたいファイルをまあチェックつけていただいて、メールにまあ例えばリンクをお客様に送ってあげます。で、そうするとですね、受け取ったお客様はまあリンクを、URL のリンク開いていただくと、このような画面が出てきて、まあ、これちょっと家の設計図っていう想定なんですが、このダウンロードボタンを押していただくと、まあ、ダウンロードできるという非常に単純な仕組みになっています。で、こちらのビューボタンを押していただくと、まあ、ダウンロードするまでもなくちょっと確認したいなという場合はですね、ビューを押していただくと簡単にファイルの内容を確認できますので、まあ、こちらダウンロードしていただくか、ちょっと見ていただくかですね、していただく形です。で、先ほどちょっとお話しさせていただいたファイルのアップロードに関しましては、社員ですね、例えばシェアファイルのユーザーを持っている社員の方がこのファイルを送ってくださいというリンクを、お客様に対して送っていただきます。で、そのリンクを受け取ったお客様は、まあ、このようなインターフェースが出てきて、ここにドラッグ&ドロップしてアップロードって押すだけで、こちらの方、社員の方に、ファイルをお送りすることができるという動きになっています。で、ファイルの送受信はこんなような形でできるんですが、もう一個ちょっと2番目にご紹介させていただいたファイルの共有機能ですね、これをちょっと応用させたような形になるのかもしれないんですが、まあ、複数人で使っていただく際は1対1のやり取りはさっきのような形で問題ないと思うんですが、まあ、プロジェクトで、ファイルを何回もアップロードしたりですとか編集したりかけたりする場合、1つのフォルダーを共有して、この辺自由にアクセスしていただく機能もついていますので、こちら社内の、シェアファイルのライセンスを持っているユーザーだけではなくて、社外の方に対して、まあ、インビテーションを送っていただいて、共有していただくこともできますし、権限をですねちょっと、この人にはダウンロードさせたくないなっていう方にはダウンロードチェック外していただいたりですとか、編集削除とかされたくない方は、まあ、外していただく、チェックを外していただいたりですとか、共有したユーザーさんが非常にきめ細かくこの辺もアクセス権、制御できるようになってますので、この辺も、非常にシェアファイルのですね便利な機能になるのではないかなと思います。で、ちょっと毛色が変わりまして、先ほど4つの機能のご紹介の3つ目になるんですが、モバイルのデバイスからの利用ということで、シェアファイルモバイルのアプリケーションもご用意させていただいております。で、ちょっと見ていただくと分かる通り、これ iPhone の画面になるんですが、 iPhone からシェアファイルのデータをですね簡単に確認して、見ていただくことができるようになっています。で、まあ、簡単な、プレビュー画面もできますし、ここからちょっと共有って押していただくと、リンクが生成されて、そこからメールで簡単にファイルのリンクを送っていただくということもできるようになっております。編集も簡単なものだったら問題なくできますので、この辺も非常に便利な機能です。で、実際つなげていただくものなんですけど、例えば、まあ、ファイルシェアと書いてあるのがファイルサーバーになります。ファイルサーバーから、ファイルサーバーに、つなげていただくこともできますし、シェアポイントを結構ヘビーに、お使いのお客様に対してはですね、シェアポイントに対してもですね、コネクターという、サーバーで、コネクター貼っていただいて、モバイルからこのような形で閲覧できる機能というのを備えてますので、まあ、シェアファイル基本的にオンラインストレージになるので、クラウド上ですねでデータ管理していただくような形になるんですが、まあ、データに関しては日本のお客様だとどうしても外にクラウドに出すことに抵抗がまだあるというお客様も多くいらっしゃいますので、まあ、データは全部、社内に置いていただいたままで、まあ、シェアファイルのコントローラーと呼ばれる管理する部分だけをですねお任せいただいて、ご利用いただくお客様も多くいらっしゃいます。
で、まとめになりますね。でちょっ と唐突にちょっとまとめに入らせていただく形になってしまったんですが、大きく、分けて、2つ、今回、ご紹介させていただきました。で1つ目が、全デスクトップ全アプリ、今までシトリックスの主力商品の仮想デスクトップ仮想アプリケーションの製品のおさらいですね。こちら使っていただくことによって全デスクトップ7以降からはですね、特にカニコン数も減らすことができるソリューションになってますので、仮想デスクトップ仮想アプリケーションの快適な環境をご提供することができますという話です。で最後2つちょっと駆け足になってしまいましたが、ご紹介させていただいたのはヒトリクスとしては比較的新しいソリューションになっているモバイルの管理のソリューションとファイル共有のソリューションのご紹介をさせていただきました。でこれ全部使ってください、使っていただけるに越したことはなく、私も非常に全部使っていただけるとありがたいんですが、全部使ってくださいというわけではなくて、適材適所でですね、お客様が、お仕事していただく上で必要なところで使っていただくことによって、どこからでも安全にお仕事を続けていただくことができるかなというふうに思っております。で私の方からはもう駆け足でオーバービューのお話をさせていただいてしまいましたが、午後ですね、全モバイル全デスクトップ両方ともですね、非常に中身の詰まった、セッションが、控えておりますので、皆様ぜひお時間の許す限り、セッションを、覗いていただければ、嬉しいなと思っております。で、私の方からは以上になります。朝早くから、皆さん本当に たくさんの、方にお集まりいただきまして、特に立ち見の方は本当に最後までご清聴いただきありがとうございます。これから多分ジェネラルセッションが始まりますので、ぜひ、今日一日お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。